駅前からちょっと離れた、だいたい岡山駅から10分ぐらいね離れた、場所にあるボッケラーメンっていうねお店に来ました。ここはね、このボッケっていうのはね、岡山弁でね、すごいっていう意味があるんですけど、まあそれにちなんでね、すごいラーメン、ボッケラーメンっていうね名前になってます。
ございました。どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。すみません。めちゃめちゃね、美味しかったです。やっぱりね、豚骨と鶏ガラをね、ブレンドしたこのボッケラーメン、初めて食べる人はちょっとね、インパクトびっくりするかもしれないです。でも慣れたらね、やみつきになってしまうというこのボッケラーメン、ぜひともね、皆さん味わっていただきたいなというラーメンでございます。大将もすごい腰の低い方でね、人気者ということです。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。